メアリー・エリザベス・エイチェソン、ティッパー・ゴアは、アメリカ合衆国の著作家、写真家、第45代アメリカ合衆国副大統領、アル・ゴアの妻でもあった。1993年1月20日から2001年1月20日まで、アメリカ合衆国のセカンドレディの役割を担った。ゴア夫妻は2010年に離婚することを公表した。PMRC を率いて、ヘビメタル、パンク、 ヒップホップ分野を主に暴力的あるいは性的に露骨な歌詞が含まれる音楽を批判しレコードにペアレンタルアドバイザリーのステッカーを貼るのを義務付けるよう促進した彼女はセカンドレティになる前から著名人であったアルゴアとの結婚式写真メアリー・エリザベス・エチソンは1948年8月19日にアメリカ合衆国の首都であるワシントン DC にて 水道会社を経営するジョン・ケネス・エチェソン・ジュニアと前の夫を第二次世界大戦で亡くしたマーガレット・アンカール・ソン・オダムの一人娘として生まれた祖先にはイングランド人、スコットランド人、ドイツ人、スウェーデン人も含まれる1952年に両親の離婚が成立しバージニア州アーリントンにあるマーガレットの実家で育てられたニックネームのティッパーは 幼少期にお気に入りだった子守歌、ティッパー、ティッパー、ティンより母親が名付けた。バージニア州アレクサンドリアに位置する民間の女子校、聖アグネス学院に入学したティッパーは、バスケットボールとソフトボールとフィールドホッケーのチームでプレーし、ガールズバンド、ワイルドキャッツにも所属して、ドラムを担当した。1965年に、 アルゴアが通うワシントン DC の聖アルバンス学院のシニアプロムに参加して彼と出会い、二人はすぐに交際を開始した。高校を卒業したゴアはハーバード大学に進学し、ティッパーもガーランド短期大学に進学した。ティッパーはその後にボストン大学に転学した。1970年に同校で心理学の学士号を取得した彼女は、 心理学を追求して1975年には、ジョージ・ピーボディ大学で修士号を取得した。翌1976年に、夫のゴアが、連邦議会を構成する議員の一人に、選出されるまでは、テネシー州で、新聞カメラマンとして働いた。副大統領候補になったアルゴアとティッパー、末娘サラゴア夫妻アルゴアジュニアとメアリー・エリザベス。 エイチェソンは1970年5月19日にワシントン大聖堂で結婚式を挙げた。夫婦は4人の子供を設けた。ティッパーは2000年8月17日にロサンゼルスに位置するステープルズセンターにて民主党の大統領候補指名を受け入れた夫と長く濃厚なキスを交わした。2003年にイレージング・ザ・スティグマ・アワーズにおいて息子のアルゴア3世が幼少期に 自動車にはねられて、瀕死の重傷を負った際にうつ病に苦しみ、それを克服した彼女自身の経験について講演した。2010年6月1日に熟慮と協議を経た末の結論として、ごは夫妻は40年に及ぶ結婚生活に終止符を打ち、離婚すると公表した。2012年8月25日付のニューヨークタイムズは二人が年に数回、家族旅行や、 クリスマスなどの機会に合っていると報じた。1984年に当時11歳だった長女の彼らが聴いていたプリンスのアルバムパープル・レインの収録曲ダーリン・ニッキーに耳を傾けて露骨な歌詞が含まれていると感じて憤慨し、翌1985年にアメリカ合衆国財務長官ジェームズ・ベイカーの妻スーザン・ベイカーらと共同で PMRC を設立した。 ナショナルパブリックラジオの記事によると、この出来事がティッパーに、子供たちへの警告目的で、暴力的に、あるいは性的に露骨な歌詞が含まれる音楽の、レコードにステッカーを貼るように義務付ける、法案を連邦議会に提出するための働きかけを、開始する決意を促すことになった。政治家やビジネスマンの夫人たちで構成される、PMRC は夫たちの力を利用して、上院において、 ポピュラー音楽の有料すべきコンテンツに関する公聴会を開催させたが、会に出席して証言したミュージシャンのフランク・ザッパーと、ジョン・デンバーン、トゥイステッド・シスターに所属するディー・スナイダーのいずれもが、検閲に強く反対する意思を表明した。PMRC を率いたティッパーは、多くの音楽業界関係者から批判されることになり、ザッパーは、文化に対するテロリストだと彼女を評した。 ボレントは1990年に発売したアルバム、いけない、チェリーパイの収録曲、オード・トゥ・ティッパー・ゴアで卑猥な語句を挿入して、彼女をバカにした。また、青少年を取り巻く、社会環境に警告を発する本を出版してこれがベストセラーになり、1988年、アメリカ合衆国大統領選挙で候補の一人として名乗りを上げたゴアはこの時に、本人より先に、 妻の名前が知られている初めての候補者と呼ばれたり、あのティッパーの弟子と紹介されることもしばしばあった。しかし、ティッパーは、彼は、私の口を封じようとしたことは一度もありませんし、私も夫への影響を恐れて、活動を中止するつもりは全くありませんと、言い切っている。アメリカ合衆国のセカンドレディとしてのティッパーはより良い、メンタルヘルスを提唱し、 精神疾患に対する偏見を根絶するキャンペーンを展開したことで賞賛を獲得した。1999年にはホワイトハウスで史上初めて開催されたメンタルヘルスについての会議で議長を務めた。彼女は自身の鬱病体験を公にしている。著者、または共著者として数冊の本を出している。ありがとうございます。